天才ピアニストの深夜おでん。<music> どう、みなさん、こんばんは。はい、こんばんは。髪の毛に金木犀の香りするヘアオイルつけてます。天才ピアニストの竹内です。どうも、空間を金木犀の香りにすぐするマスミです。わあ、もう、これ読み通しね。なんで。なんか、なんか、その楽屋の匂い気に入らん時に、うん、マスミちゃんがね。なんか、金木犀のスプレーよね。すな、すな、<あ>それ。それ おい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 甘いねこれ。すごい甘いのよ。<れ>まあ,あ,あ <laughs> <laughs> むせかえるほどの甘み。甘みが強いんですよね。リラック。<laughs> あリラック出身のこれ。そう,そうそうそう。はいや、はいや、はいや、はい、はい、リラックで売ってるやつだこれは。大香り。<笑><笑>確かにこれは大香りやね。大香りよ。小香りでは済んでえもんね。うん、大きく香るとか言って大香りと表記されてますけど。私はね、このスプレーのね、部屋、部屋じゃなえ、部屋の、 ルーフレグランスやねはい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 あんたあなたヘアオイルかいなヘアオイルですえっどこの髪の毛うん何か美容院で売ってるさあの黄色いオイル知らんなんか何種類かあるんですけど柑橘系とか金木製かなメーカーは知らんちょっとメーカーはかなあでねえか有名やと思うでもよく見る N? えっ N じゃないの何か何かあのそうなんですよ言われてもうあこれいいっすねってなって買えテクスチャーはどうなのよ やさんテクスチャーを言った自分に教えられてもテクスチャーはテクスチャー感ですかはいいやまあなんかちょっと私髪の毛硬いんですけどそれが柔らかくなる感じでゆったりする感じボリュームがこうパサッパサッていいをだからグッと割とサラサラのオイルというよりかはとろみのあるちょっとしっとり重厚感のあるそクスチャーでやッシャー私髪の毛少ないんであんまりね重厚感のあるやつになるとねベタっとなるんですよ 灰燼生活を思い出すうん。天然由来のオイルが滴り落ちる前 <laughs> その前に <laughs> へへへやらしいねへへへへやらしいねそうそうそうなるほどねうんあそうなんですよねまあちょっといい香りだけでもして、ね、いいねっていうことで私でもあの最近使ってないけどはんい、はい、やろなあのバニラバニラフレーバーじゃあココナッツバニラみたいなんかなうん、うん、意外とそういうコテッとしたやつも好きでうん、うん、はいはいあのちょっと外国人っぽい感じのというかね甘、うん、いあ 茶色い瓶ボトルにスカイブルーのラベルのモロッカンオイルて、うん、はーはー。でもさ、うん、そういうのはそういうのでなんか気分変わってよく、ねね、上がるというかそれも一時使ってて結構気に入ってたあそれつけてる自分が好きだなってうんなんかあのチャーミングだなって <laughs> 私って香りもあの本体もチャーミングだなってそうそうこの自分でグッと顔を前に出してねグッと頭下げて金をすすっていうはい残像の残りがね 残像フレーバー楽しむ。セルフでね。残像フレーバー。単独のライブ。単独ライブのタイトルみたいですね。残像フレーバーですか。またちょっとだけ芋いですね。残像フレーバー。いい、いいじゃないですか。残像フレーバー。え、フレーバーじゃなくて。フレーバー。うわ、いいかい。いいな。すごいな。なかなか。また使いましょう。はい。ね。ありがとうございます。そんなことよりよ。はい。皆さん、もうますみちゃんに気軽に健康相談しんどいてえや。 聞いてください、ひどいんですよ、まあ、知り合いやったらね、100歩譲って、まあ、それもね、真澄ちゃん、あのーうん、あれですよ、持て余してますよ、うん、真澄、これどうしたらいい、なんか頭痛いねんけど、病院行ってくれやと、うんそうね、頭痛いぐらいの情報だけでは、なんとも診断くだされへんでっていうのがあるんですけど、うん、そんなこと起こってるんじゃないんですよ、はい、そんな心狭い話じゃなくて。うん あのインスタの DM でね「どうもこんにちは」ところでね最近ども頭を昨日売ったんですけれどもどないしたらよろしいでしょうかそんなまさにねフリーダイヤルかってそうよ0120やった分かりますよフリーダイヤルおばさんやないねで違うねんで24時間受付中のもうね頭を売ってボーッとするんですボーッとすんねやったら行き行かなあかん病院に。 かあるてん。そうやね。心配やったらね行動してくださいよなんでマス目に一回リズで聞いてさ答えれると思うもし何かあった時さ私のせいにせんといてやってるのもあるしそれは大丈夫かもしらんけどさんかようなんて言うのかなその芸人に看護師芸人とは言ってるとはゆえちょっと。 気な体調相談を何か分かるんですかっていうアカウントからしてくるっていう意味わからへん逆やったら信じられへんなと思う信じられへんのですよ病院行けしかないからなないからなそんなんさまさか私から「大丈夫ですか頭打たれたんですか?」まあちょっと あの吐き気とかないようでしたら23、うん、日様子見てもいいのかもしれませんが、うん、頭痛があまり激しくなるようや、うん、おききが出てくるよう,うん、うん、もしくは発熱があるようならすぐに病院行ってください「一、うん、人で行けますか?」とでも来ると思ったことお前。お前 <laughs> 思った非常識でしょそこまでくると思ったんがほんま感覚がマジでおかしいんだからそういう人がね SNS で両手を振り回してるんじゃないですかんかさたまにまあねこれはね別に悪い意味では言ってないと思うんですけどあの「ファンです」だけ来る DM とかもありませんありがたいですけどどうしたらいいんこっちっていうその「ファンです!」ごんなさよろしくせめてさあのツイッターのリプライとか コメントでぐらいのコメントでありがたいです。ダイレクトメールでな、うん、言ってくることのことちゃうよね <laughs>。嫌な気分にはなってないね、うん、全然。やけど、そどういう意味っていう、ファンです。ファンです。だかマジでそのあの、ファンですだけやね、うんうん、なんか、そのどこの子も住んでおりまして、今日こういうテレビを見まして、うん、ファンになりました、これから応援しますとかいう DM は、まだちょっと分かりません。こっちもどう返していいか分かんないですけど、はい、でも、ファンです、ファンなんです。だけやで、ね。あっ ありがとう以上終了ありがとうという思いはあるけど何かその何を想定してんっていう疑問言うみたいだけなんやろうけどな。別にいいんですけどねアカウントは言ってんねアカウントは言ってんけど何を想定したんやろという疑問がいつも残る。でよくあるしやめた方がいいんが芸人を目指していますと。ね。あるな。で言ったら今多分身近な芸人なんでしょ一番。でまた 憧れてくれてるんでしょ。ただその小原たきたんがその芸人の憧れてるんですけども、えなるにあたって今の仕事を辞めて芸人の道にの学校に進むのか、ただ一回働くのか、そのまま学校に入るのか、N.C. に入るのか迷っています。周りの芸人さんの体験談等も含めて。 教えていただけるなんで私が集計せなあかんねんグーグルアンケートでよおかしいでしょその感覚がまずもう向いてないともうねそんなことを現役の芸人に直接聞いてくるような人はもうそんな判断もつかないような頭脳やったら無理あかんごめんなさいもうね私送りました僕送りましたっていらっしゃる方もし聞いてくれたらすいません もうそういった判断もつかないようでしたら何の判断もつきませんので諦めてください、もう。せやね周りの芸人さん等の経験談も含めて教えていただけるとって私、むっちゃ長文打たなあかんやんっていう。インタビューしてな。インタビューをした上で資料にまとめなあかんやんって。どういう意味で言ってるんですかっていうことなんで。それもほんまに嫌やけどたまにね、私たちのファンじゃないんです。はいはい。はいね でもそのその違う芸人のファンやけど私たちのことも時々見てるよみたいな同じライブに出てたら見てるよ応援してるよぐらいのねそう,そうはいで、えー、まあまあ例えば見取り図さんとしましょう見取り図さんのファンの方で見取り図さんの、えーまあえー、森山さんの誕生日をお祝いしたいので。 メッセージくださいませんかどういう感覚それそうやねこれね意味あるんですよ結構えめっちゃあんねめっちゃあんねんそれあので動画で送っていただけませんかってそういやおかしいでしょこれはお前どういう感情どう感覚まだな全然アウトやねん全然アウトやしあかんねんけど「百歩譲」って私の誕生日なんです今日はいおめでとうくださいませんかうううんんん それもちょっと厚かましいけど全然厚かましいし勇者やなとは思いますけどまだわかるやん祝ってもらいたいなってやったらそれは私たちのファンの方やんっていうのはまだギリわかるんですけど誰々のファンでこの人の誕生日のためにあなたからメッセージいただけませんかってあなた 業者なんですかっていうねもう森山さんに直接言うわってね「ありがとうございます」って言います言いますって言いますいますであなたを返してんかその色紙におめでとうメッセージ書くとかボイスメッセージとか結構あるんですよこれっちゃあったもうオーディションじゃからあったずっと DM で来る分ははっきり言ってもう無視させてもらってますただでも直接出待ちとかされてる時に なりアルバムを持ってこられて、うん、ここに誰々へのメッセージ書いてくださいって言われたら、うんうん、あんまり断りにくいんですよねな,なんか変な空気になるもんな<う>めっちゃでもめっちゃおかしいなと思ってんでおかしいなって思うんとそうやねなんで自分が その芸人さん同士の誕生日やのになんかね一旦自分返してるんやろってそうやねあなたからのメッセージでいいじゃないそうやねあなたからのメッセージでいいんですよあなたがねアルバムを作って「誰々さんお誕生日おめでとうございます大好きです」でそれをあげたらもう嬉しいのだからはい芸人はなんかそのこっちは何なんやろって思うねんそうやねんえ何の一員なのこっちはっていうこっちでくれるわけじゃないねんじゃないねんでただ時間を取られるだけなのよあれ怖いわ 感覚がわからんからな、感覚わからへん。それがね、ちょっとこう。やめてほしい。それはほんまにやめましょう。うん。よくない。わ。やめよう、やめよう。ね。そうですね。まあ、健康相談もね。健康相談もやめてくださいよ。いや、その、むしろ、別に知り合いでも、ちょっと嫌なぐらいやねんから。それで、あの、昔同期の芸人がね、もうやめた芸人ですけどね。はい。あの、電話かかってきて、夜、夜な夜なに、マっさん、ごめん。 めっちゃさ、親指のとこに強めの逆向けできてんけどさ、これ病院行った方がいいかな知らんっていうか行くなささむけぐらいで病院のスタッフの手技ず押すな要はよう、笹向けぐらいで電話のボタン押したな、<laughs> ほんまに。なんで電話のボタン。いや、でも私もさ、電話かかってきたからさ、一応さ、うん、なんかあんまり傷口でかんやったら、そっからバイキン入って、なんか。ないないない何何何何何れ何何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  狭菌もあることもあるから腫れてきたりとか色変わってきたらすぐ病院行きやって言ってでもまあ自分で水洗いするなり優しいなマキロンみたいなのでできるやつやって伴奏も貼っときって言ったいやすなめとけ!」でねなめとけお前は」って本当によく考えましょう皆さん送る前にこれおかしくないかなんでねおやすみなさいチャンネル登録ってした方がいいもんね私やったら登録するかな私もすんのよ 登録してみたらどう,どう